むむ吉さんギザギザオンプありがとう今日の服は新衣装なんで新衣装じゃないよ新衣装じゃないですよ私服ですビーズがいっぱいついてる私服カズくんハートありがとうムシさんお疲れありがとうこんばんはカイトさん可愛い,いありがとうヤチリンさんキラキラ音符ありがとう さんペンライトありがとう。ヌシさんギザギザ音符ありがとう。トチャンさんお疲れ。ありがとう。ユズキッさんペンライト。たくさんありがとう。ミオコちゃんお疲れ。リィオさんギザギザ音符。ありがとう。マイクもありがとう。せいやんギザギザ音符。ありがとう。せいやんギザギザ音符ありがとう。メイル君結婚して。ありがとう。リン君ギザギザ音符ありがとう。リィオさんハート。ありがとう。ありがとう。いっぱいいっぱいありがとう。初めて岡山ライブ楽しかった。改めて岡山ライブ。嬉しいありがとうね。 楽しかったマジで7周年ツアーねめっちゃ楽しかったなんかさまださ7周年ツアーからさ言うて2日ぐらいしか経ってないのにさなんかすごくなんか時が経った気分めっちゃなんかもう終わってめっちゃ昔のことのように感じる7周年が「ユうジさんなんか白い花ありがとうかぎさんハートそうださんハートありがとうかんすけさんハートさメ、ね、ななにしさん ギギザギザ音符ありがとうひなたさんハートありがとう私服なんよこのチャーシュとコラボしてってえなんだろうティックトックかなえティックトックかな嬉しいしたい私もりょうさん音符ありがとう夢むけつさんハートやちりんさんハートありがとうみおこちゃんググーありがとうこいちゃんかわいいありがとうコイさん結婚してありがとうえその奥で出かけたらまとまったねえマジで <laughs> そんなにかわいいしいかわいいよねでもこれでっかい襟で ビーズいいっぱついてて今日の TikTok の動画は「とれたてほやほや TikTok」でした Z さんお疲れありがとうこんばんは変なあそうさんハートありがとうりゃくんハートこいさんハートコナンさんハートありがとうたくあんさんギザギザンプありがとうえテ TikTok 斬新だったえ嬉しいやすさんハートありがとう TikTok ねちょっと皆さんぜひあのいいねとフォローとたくさん見て拡散もしてほしいなと思います くくさんたくさんんたししてほいちょっと今日はねアカペラでもともとアカペラでね一回アカペラで歌って踊ってやってみたいなと思ってたんだけど、うん、必然性でねやる予定じゃなかったんですけど必然性取ろうと思っていろいろ見てたらいい感じの音源が全然見つからなくってならもう歌っちゃおうと思って <laughs> 歌ってました初の試み。 よくあ,れああいうのもありかななんか好評だったらまたやりたいなと思うああいう系の動画も TikTok で載せたいですねたくあんさんギザギザンプありがとう清水ハートありがとうやりきった感があるのかなってやりきった感はめっちゃあるうんやりった感めっちゃあるかもケンケンさんマイクありがとうあく君ギザギザンプコナンさんギザギザンプありがとう岡藤さんハートありがとう初見さん あずみあずみあずみって名前なのありがとう。あずみ浴衣祭り申し込んだよって。え嬉しい !8 月広島待ってるねありがとう。でアさんかわいい。ありがとう。ちょっと企画ね、考えてるから楽しみにしとってほしい。本当に。くやねパぱさん、ギザギザアンプ。マイクもありがとう、やすさん。マイクありがとう、夢むきちさん。だるまさん、ありがとう。斎藤子もしてます。嬉しいめっちゃ嬉しいです、それ。ぜひ。 あの DD シャツじゃないわ X もリツイートとかいいねとかしてくれるととても嬉しいですねとてもとても嬉しいですヘリあスミさんバラありがとう歌って歌ってみてよかったよかったほんまにえそうアルバムのショップ特典いやそうその話をねちょっとねしたくて そうなんです今回あのー、今日ね「懐かしい明日の CD ショップ特別試作の、あのー、お知らせが出まして CD ショップでの特典がね今回発表というか告知されたんですけどそうなんですたくさんのね特典に今回、ま、キャプテンっていうこともあって。 参加させていただきまして、そう本当にありがたいでこれすごくありがたいですもう本当にありがたいですめちゃくちゃ私も嬉しかったしでもよりなんかねこれね先月末ぐらいにこういろいろこのお仕事が決まって先末じゃないか先月か先月きあのお仕事でいろいろ行ってきたんですけど。 たたたりりやったりしたんですけどなんかもう本当に自分がこんなに得点に参加させてもらえるのも嬉しかったしありがたいって思う反面なんか「自分はここにいてもいいのかな」って <laughs>「なんかキャプテン」っていうので新しい三よ目のキャプテン」っていうのでね呼んでいただけたっていうのを思いながらも。 自分はここにいてもいいのかなって思うすっごい思ってしまってだからねなんかより頑張ろうと思いました <laughs> ちょっと個人としてもっと頑張ろうと思ってうん思ったすごく「昼休みさんバラありがとうやつさんハートありがとう」そうちょっとねそのね特典の話もしたいですねちょっとしようと思うちょっとねこれなんかいっぱい書いてあってねちょっと何が何やらわかんないよね 必然性なんテイクしたんって必然性はでも割と似テイク目あれうん似テイクで取れましたけいせいんいのドルマさんありがとう安信さん結婚してありがとう安信さん結婚してありがとうラッカーさん金色のあ間違えたピカピカ音符けいせいぜいのピカピカ音符ありがとう あ、そう、すごいお仕事って言ってたのも、うん、これ。そう。ニコライさん、ハートありがとう。ククさん、バラ、ありがとう。なんとかなるぞうさん、ピカピカ音符、ありがとう。そう、すごい。これ、あこの時にいろんなね、取材とかもあったりして、そう。 さんありがとうさんギギザザありがとう確かにでも一つのチャンスでもあるのでうん頑張ります自分も急激にステップいやそうなんですよねなんか気持ちが追いつかない部分といいのかなってすごく思っちゃうけど頑張る自分でちゃんと自分のことをここにいてもいいんだって思えるようになるまでなれるようにちょっと頑張りたいなって気持ちが。 なんかお大きくなりましたこのお仕事をしてえっとね特典のじゃあ説明するねまずえっとたまレこはノーミュージックノーアイドルっていうこれ見せてもいいよねこの画面こ,んこれですねじゃんこれこれが特典としてつくんですけどえっとね タワレコ仙台パルコ店新宿名古屋パルコ店梅田 NU 茶屋商店神戸店広島店有吉倉敷店イオンモール倉敷店高松丸亀商店福岡パルコ店のが対象店舗になっててえっとねここの店舗で「懐かしい明日」 ファーストアルバムの「懐かしい明日を購入されたあ茶山茶山っち茶山っちっていうのか「ニューヌー茶山っち」ありがとう「ヌー茶山っち」で購入された方にえっとね限定のコラボポスターが特典として付くだからこの集合カットかこのソロカットのソロのこのポスターが特典で付くよっていうやつですね 購入にうんランダムで一種で得点はなくなり次第終了となりますのでご購入はお早めにとのことですうんこれはタバレコタバレコードさんランダムですねランダムでつくなのでこれはなくなり次第なのでこの期間からこの期間までにみたいな感じではないって感じですですぜひゲットしてください すごいえもうめっちゃ嬉しいですこのノーミュージックノーアイドルのポスターに自分もこうして乗れるのがとっても嬉しいそしてタワーレコード渋谷店限定これもタワレコさんの話でタワーレコード渋谷店限定で B ポスターの特典も決定しましまたタワーーレコードの渋谷店さんでその「懐かしい明日をご,ご購入購入されたらこっちですねここれがこれがも ランダムでランダムで1枚つくって感じです。これは、えっと、選抜16人選抜全員の,あの取り下ろし取り下ろしのポスター B 3ポスターがランダムで一種です。これもねえそう今回すごく全部写りがよくってね美重がとってもいいこれはあずみんあずみんこれ。え わかる自分がボスターになるとあ生先一つの夢みたい目標みたいなとこあるもんねいや本当にそうですよ、うん、だしこういうのもやっぱりさやっぱり選抜に入りたいみたいな夢の一つでもあったからこういう得点みたいなのに自分がいるっていうの嬉しいですね本当にだからねゲットしてほしいこれも期間とかはないけどなくなり次第終了なのでお早めにって感じですね 販売開始は6月11日からですどっちも6月11日え確かに愛の重さ踊ってみたいやする絶対する愛の重さ踊ってみたね確かに12日がいいんやねあのアルバム発売日にね そして HMV さんは全店取り下ろし B2 ポスターが「掲出」だから掲出ってなんだこれが店舗に行ったら見れるよってことかも掲出ってそういうことだよね HMV さん全 HMV さんの全店舗でこのポスターが6月11日から17日平日なんですけど 11日から17日の期間これが見れます貼られるだけか貼られます貼られてますねこれがぜひこれも見てみてくださいこれはねゲットとかではないんですけど掲出されるのでぜひ見てみてくださいそうお店にいたえ嬉しいって言ってくれるのめっちゃ嬉しいすごいねありがたいよね本当にぜひ見てみてくださいそして HMV 限定選抜メンバーのこのミニフォトカードこれも HMV で次は HMV でそのアルバムを購入された方にこちらのじゃんこれも16人選抜それぞれ1人ずつの取り下ろしショットのえっとねミニフォトカードがえっとこれもランダムですねランダムで1枚ついてきます。 H. M. V. さんです。これは。で、あずみんはこれですね。え、これもね、結構いい。すごく可愛いビジュアルで、撮ってもらってます。しかも、この後ろのさ、お花がいいんですよね。ちょっとぼやけてる後ろの背景が可愛い。また。ですね。これもぜひ、これは H. M. V. さんです。え、うれしい。え、わ、嬉しい。本当に。ありがとう。 全部これランダムなのそうなのランダムなんですけど <laughs> そして HMV は応募試作もあるらしいえすごいよ HMV で「懐かしい明日」をご購入のお客様に応募試作が決定 懐かしい明日を HMV でご購入,あの購入してもらいただいたお客様の中から抽選で合計8名様に直筆サイン入りの取り下ろし B2 ポスターが5名様に <laughs> いい当たって、えー、チェキ風メンバーソロフォトカード全16種セットが3名様にプレゼントされます。これは 抽選でですねでもこれは抽選なのであ応募方法はえっ、ー、とね購入した後にメールにて応募フォーム応募フォームの URL をお知らせいたしますって購入対象期間は7月1日の月曜日まで6月1日から7月 8日の7月1日までに CD を買ってだから7月8日の月曜日までに応募したらちゅその中から抽選で当選した方はこれがゲットできるって感じですねで購入はこれも6月11日の火曜日から購入開始購入が応募対象期間になる応募対象うん6月1 1日から買ったやつが応募対象期間になるって感じですね ですねぜひぜひまたちょっと詳しくは読んでみてくださいこれは応募で抽選って感じあとこれもえこれもえっとね h m v h m v ボックス渋谷店限定でメンバー直筆メッセージ色紙を抽選を掲出だから見れるアンド抽選プレゼントでこれにも私の直筆の あの、色紙私もメッセージ色紙書かせてもらってるんです。だから、私の書いたメッセージ色紙が、えっとね、渋谷店 ?HMV の渋谷店さんで、絶対に見れる。うん。で、これも同じ感じで、えっとね、抽選、これは、さっきとは違うわ。抽選実施期間が、 6月11日の火曜日から17日の月曜日の6日間で抽選方法は6月12日に発売されたその「懐かしい明日」を17日月曜日までにご記念されたお客様に店頭にて抽選挙を渡ししますって書いてあるのでだから11日12日にアルバムが発売されてから17日までの期間中にその。 渋谷店であの懐かしい明日を購入したら一緒に抽選券がついてくるって感じですね抽選券がついてきてその抽選発表は19日の水曜日以降に X アカウントで発表されるみたいな感じなので11日から多分掲載されてるんですよその 私がもう書いてるメンバー直筆メッセージ色紙っていうのが店舗にあの掲載されてるのでそれをまずはまあ見てでそこでアルバムを購入してぜひ抽選券ゲットしてその、ね、メッセージ色紙をね抽選だけどゲットしてほしいなと思いますそうだから店舗で17日までに買ったのが対象になる。 17日以降は抽選券もらえないって感じですねだから抽選券が欲しいって方は17日までにえっ、ー、とこうその行って購入しなきゃいけないって感じですここ大事ねここ大事結構黄色黄色いマーク引かなきゃいけない感じ HMV さんその渋谷店です渋谷渋谷のみですねこれはうん期間短めね本当早めに 渋谷店さんえそうメンバー選択はねそうできないんですこれもねランダムって感じですねメンバーは選べないそしてもう一つ TSUTAYA レコード TSUTAYA レコードさん限定先着特典にも私がポスターとしていますありがたいです <laughs> 本当にこれもねすごい可愛いビジュアルですごく可愛く これも先着で、あの、ポスターがプレゼントされます。ツタヤの、ツタヤで、えー、っと、購入された方に先着になる、先着。で、ポスターされるので、ぜひお早めにゲットしてください。見てください。え、美女漏れて、え、ね、もう美女漏れてるの。美 <laughs> 女が、そう、美女がすごく良くって、嬉しい、私も。 結構全部美女がいいからもうどれ買っても後悔させない <laughs> 後悔させない美女となっていますありがたいです本当にありがたいですもう本当にありがたいし嬉しいしこんな機会ねいただけて本当に嬉しいのでぜひこの機会にポスターゲットしてほしい 特定のポスターねみんなにゲットしてほしいなって思います。でこれも TSUTAYA でもあのね抽選特典がありましてこれもその TSUTAYA でえっ、ー、とね「懐かしい明日を購入された方に先着で応募はがきをプレゼントいたしますっていうでその応募要項に沿って応募はがきからプレゼント あ応募はがきから応募した方に抽選で直筆サイン入りのこれがプレゼントされるって感じ直筆サイン入りこれこれの直筆サイン入り5名様までこれもでもね先着なんですよ先着で応募はがきがプレゼントされるみたいなので、まあ、これも先着プレゼントなんですけどだから割と早めに行って。 方がいいかもうん早めに先着多いね先着多いんですけどいっぱいいっぱいあ,あるんだけど応募締め切りは7月12日になってます TSUTAYA <laughs> レコードでも全店ですねこれは結構うんやべえ確かに6月1日来週か来週とかそうですねから。 夜に行くべき案件多すぎる <laughs> ねえみんながいろんなところに赴く赴いてちょっと店舗でたくさんたくさんってなっちゃうけどでも初めての選抜でキャプテンとしてこうやってねたくさんのポスターの。 にに乗るポスターの一人にもこうやって選んでいただけてたくさん全特典に私いるのでありがたいことに本当にありがたいことに全特典にいるのでなんだろうみんなにね今回のこの機会にとあのゲットしてもらいたいなとも思うしやっぱり今ねこうしていろいろ させてていただけてるのも本当にありがたいし一つのねチャンスだとも思うので自分の中でもちゃんと自分もいただいたチャンスをもらってる今のチャンスをちゃんとか力に自分の中での力にできるようにちょっとね頑張りたいなと思うのでこの1年自分にとっても大事ですごく思うだからみんなもゲットしてほしいなって思います ありがとね頑張りの結果嬉しいありがとうございますいやでも本当に嬉しいですねありがたいですねもうこうやって <laughs> スペイベの応募えスペイベの応募スペイベの応募なんてあるの <laughs> スペイベの応募はちょっとわからんかもスペイベの応募なんかあるっけあ待ってあれだそう ラッフルくじラッフルくじも、明日までだっけなそうなんですよ。明日まで !2.5 期昇格記念ラッフルくじも、明日の23時59分までなんです。皆さん、ラッフルくじやりましたこれもね、ラッフルくじ限定の、あのー、 ラッフルくじ限定のグッズがたくさんなんですよ。これ本当にこのくじでしかゲットできないグッズばかりなのでめっちゃねすごく特別。こ,ういうこのさハート型アクリルスタンドとかめっちゃ可愛いと思う。こんなのだってこれまでのグッズにもないしこれからもこのこれ見て私はこっちなんですけどこのねは逆ハートなんですけどこれメンバーが。 なんかこ,れこれだとリオツンは反対側なので私とリオツンくっつけて私とリオツンでハート作れちゃうしーーピットもハート作れちゃうって感じですねくるくるは同じ向きなのでくるくるとはハート作れないけど <laughs> でもねこのハートつなげるとハートになるアクリルスタンドすごいかわいいしでめっちゃ怖いよねこのくじ限定ってところあるから結構だから全部のグッズ このくじ限定なんじゃないかなって思うあとおすすめなのいっぱいあるけど何がおすすめかなあとえこのこブロマイドも可愛い見てえっ、ま、しかもこれもこれもすごく写りがいいんです美獣美獣が結構いいこの今回のくじもそうラフル…えビ美獣盛り立だよね <laughs> すごくあのいい美女のグッズが多めなのでこれもね可愛い,いですごいこれはねシーショーだったのシーショーのブロマイド岡田あずみシーショーのブロマイドのこれとこれこのめっちゃ笑顔<笑>これめっちゃ好きこの満面の笑顔の私のせが 私はこの2枚ですねブローマイド写真これめっちゃなんかあずみんじゃないこの笑顔の感じ <laughs> 多分これ「不意に出たやつ<笑>,笑ってください」のにっこり笑顔じゃなくって多分こうカメラ持ったスタッフさんとなんか話しながら「あははっ!」て出た「不意に出た」多分笑顔の瞬間をカメラマンさんがパシャって撮って「いいね」ってなって。 使われたやつかなと思う使ってもらったやつかなと思うから結構レアこんなに満面の笑顔のグッズは 2> <laughs> お2枚安み当たったけって嬉しい嬉しい当ててくれてありがとうえそうつまり細かいことは気にせずまやせよってことねいや本当に全部どれが当たっても結構まあでもメンバーはランダムなんですけどどれが当たっても結構全部いいグッズだなと思うから。 うん結構結構いい結構結構おすすめですねそう思れてるハーストルーム安住美人もふさせて嬉しい <laughs> そうクルちゃんとはハート作れないのそうありがたいことです本当に全部全部 そう、あとねこれも結構好きこのさなんか写真照明写真風ステッカーこれめっちゃ可愛くないこの照明写真風ステッカー結構これね表情がねいろいろあってこれが笑顔のあずみんこれがおこおこあれ消えちゃったこれがおこおこ顔あずみおこーってやってるあずみんで。 これが泣き涙悲しいのアズミンでこれがアズミンにとってすごくレアな真顔アズミンですこんなに真顔はじ珍しいですよアズミンの真顔は見れないで有名なので <laughs> アズミン真顔できないで有名なのでそうこれゆこれ珍しいそう真顔レア真顔のグッズがグッズで真顔があるのめっちゃレアですおこ、うん、もあるのめっちゃレア あとまあこれもねポストカードもいいですね普通にこれはしかもメッセージが入るよっていうデジタルメッセージが入っちゃうっていうやつですねかなまああとはあなただけにおありがとうメッセージ動画これは B 賞なんですけどうんメッセージ動画もあの当たる確率あるしこれはね 等身大タペストリー等身大のタペストリーも当たっちゃうよっていうこれもこれは A 賞ですねなかなか当たる確率が低いってやつだけどおすすめですラッフルくじもこれもね明日の23時59分までなんですなので是非ぜひぜひ回してみてください9時そう え明日もう一回引こうえ引いてみて引いてみてぜひマイキューがアズの中のよさんですンチえ嬉しいマイキューさん嬉しい嬉しいですめっちゃ確かにこの前もうなんかお仕事で一緒でおんぶし合ってたんですよなんかくるくると <laughs> 疲れたからおんぶしてみたいな感じでおんぶし合ってたら仲のいいカップルだねって。 なんかカップルだねみたいな感じの話になって「あずくるなのくるあずなの?クルアズなの」って言って「くるあずです」って言ってそう <laughs> こんばんは嬉しいですマイ Q さん等身大一番記事少なくて <laughs> みんな同じ大きさ <laughs> みんな同じ大きさです多分 ほんまにいや今日さなんか撮影だったんですよ今日ちょ,ちょっとした撮影があってあのめっちゃ高いいヒール履いたんですよ割と1 2センチぐらい高めのヒール厚底がすっごい高い厚底の靴履いたんですけどあのすごいあの入った時からこう。 結構色々よくしてくださってる女性のマネージャーさんがいてでそのマネージャーさんがね割と小柄の方なんです身長が割と小柄の方なんですけど私厚底の靴履いてもそのマネージャーさんに身長勝勝てててななかかっったた今日 <laughs> 勝てなかったののの厚底の履いてそのマネー,ジャーさんと横並んで喋ってたらそのマネージャーさんが「あれ?」とか言い出して。 うん「いやでも私の方が勝ってるな」とかって言って「いやえこんなに高いの履いてるんですよ私」とかって言って全身鏡の前立ったら「全然負けてました私の方が」だから「こんなに履いても私は一緒になれないんですか?」って「同じ身長になれないんですか?」って私がいかにどんだけちっちゃいか普段なんかすごいそれを思い知りました今日は。<laughs> 私はいか毎日 結構ちっちゃいんだなと思ってうん学校の友達と大の重さはどういうことになってえっええー、しいえっ見たいそれめっちゃ見るね動画載せて X? とかかな見れるところで載せてみてほしい嬉しい踊ってみてたくさん踊ってほしいカムカムさんハートありがとうアルバムの再販の決済を成しなさねばあ大事決済大事です マスカーってありがとうありがとうございます。最近サイアンとも仲良いよねえっそう,えうサイアンさんだけこのあの特、ー、典あるじゃないですか今回のアルバムの特典とかのお仕事とかなんかこのお仕事でサイアンさんとこう一緒になる機会が。 先月ぐらい、まあ、ここ最近まツアーもあってなんかお仕事で一緒になる機会が多くってそれでそう結構話したりしたんですよサンヤンさんといろいろ話す機会が多くてそれで最近は「ヤンさんヤンさん」って言って <laughs> サンヤンさんの方「ヤンさん」って言いながらあの結構自分からなかなか行けなかったんだけどこれまで。最近はその ためらいもちょっとなくなって個人的にヤンさんって言いながらくっつきに行ってますサンヤンさん,ん,さんとこくっつきに行ってるこんばんはそうそう思っちゃってもダメだ おきちゃんにア <laughs> 何で知ってるのそれっていうか呼ばれてるかあのうんおきさんからおきさんもうね舞台のお稽古始まってて私もちょっとこっちの広島の方でお仕事がもう少しあるので途中からの参加になるんですよだから今も舞台の方お稽古始まってるけどまだ参加できてない状態で,でおきさんと連絡先持ってるんですけどおきさんからそう。 お稽古いつから来れるのみたいな感じの連絡が来た時にアズマンだ東ン <laughs> アズマンって言 <laughs> われなんで知ってるの, <laughs> 知ってるの <laughs> 私の LINE 見た <laughs> すごくタイムリーめっちゃ昨日ぐらいだよ昨日ぐらいに連絡来たんですおきさんからそうやって東ンっつってだからあ東ンそうアズマンアズマン呼び斬新と私も思って <laughs>。 書いてあったのえどこに書いてあったんだろう。すごい。ライン見てるんかと思った、私のライン。<laughs> <laughs> あっ、ラッフリー今引いてるの、先輩をください。あずみん出てこい。<laughs> すまんあマイキューさんあマイキューさんか <laughs> え今スクワもさやのメールツーショットあってよってえっ嬉しい嬉しいそれメールでツーショット送ってくださってるの嬉しい コトさん7周年ツアー岡山君ありがとう楽しかったよってよかったありがとうね来てくれて <laughs> ありがとうありがとうございますそうそう集合写真ね上がってた見た見た見たありがとう

ここで出てるんスペイベの情報私スペイベの情報知らんかもしれん元ボウリングなのあるけどあるけどじあるけどえスペイベもありありそう じゃあ,ありそうだけど、あるって出てる？本当？見落としかな私の。ティックトッの百二十あは、まあ、そう誕生日だよ一月二十日の百二十。え嬉しい！サンヤンさんマジでありがたいサンヤンさん嬉しいですそう言ってもらえる。 さんハートありがとうずみの JK 姿買いすぎて困るえっちょっとそう MV で制服着たじゃないですかちょっとかわいいね動画撮ったんですかわいい自分でかわいいっていうのちょっと恥ずかしいけどかわいい動画撮ったんですよその時にちょっとまたそれ TikTok じゃない場 X でもするひなちゃんの卒業してからおしまいだったんだけど安住押しますってえっしいぜひ押してほしい う嬉しいで前々からね応援してくれてたもんねひーくん嬉しいありがとうひーくん花ありがとうラブリーホテントフォーティシックさんギラギランプありがとうエイティさんマイクありがとうクワンパーさんググありがとうあ書いてあるけど内容は書いてないのかコイさんハートありがとう に書いてあるのか見つけられなかった内容はね私も知らないやスペイベの内容あの制服 JCJC じゃない JK <laughs> 下げないでそんなに下げないでください JK です C じゃない JK です K です K 高校生です主さんハートありがとうコイさんハートありがとうそうベスト来たの私コイさん結婚してありがとう あシャキの頃のセンス乗ってたよってシャキの頃乗ってたのか見落としてたじゃんねでも何するかは私も分かんないよ、スペイベうん分かんない何するかな今回面白いことできたらいいね違うよ JK です JK だよ JK りゅちゃんかわいいありがとううん <laughs> ここにいるわ,ーわーでもお好み焼き作りたいなでも前回あったからね作る系できないのかななんかできやりたいなと思うけどなんか作る系あずみが焼肉焼いてもファンが人それ食べるスペイスとか <laughs> え私食べれないのその焼肉 <laughs> 私は焼肉奉行する人なのみんなのためにみんなほら食べなさいはいパン焼けたよ <laughs> カルビ焼けたよはい次ハラミ焼けたよみんな食べさせるアズミンがなおさんハートありがとう私も食べたいわ焼肉がスペイベなら焼肉奉行じゃなくて <laughs> こんばんは はい、豚肉生だよ。最悪。<laughs> 最悪すぎ、私。はい、豚肉生だよ。やばい。<laughs> もう。 だらんぎギリうずらし見たいって。独特 <laughs> すぎる。あ、フリーペーパー、MC、M. C. M. C. 六月十日に、アルバム選抜メンバー全員のコメント。そう、そう、そ,そう、そう、そう。そう、そう、そう、そう。そうです、そうです。私もコメントしたやつが、まる。見てください、ぜひ。あずみんと一緒にサンフレ完成のスペーベル。え、それめっちゃいいね。私もサンフレ見れるし、みんなも見れるし。え。そういうのは。 あり,ありですツイッターフォローしてなかったらこの間フォローしたよってえありがとうありがとうありがとうフォローそう そう、ラジオもね結構コメントで出演させてもらうラジオが割と多分結構あると思うからうん割と結構あると思うので今後いっぱい出てくると思うコメント集コメントで参加出演しますみたいなのがラジオぜひぜひえこの前の勝利の目ね ったねすごいホームで勝つの久しぶりだったよねあの日がカープもね見に行くけどそんなに行ったことないですねやっぱサフレの方がよく見,見た回数では澤部の方がいい「クイさんハートありがとうしばしばフォロー外してますたが耐久レス戻しました!」ってフォロー外してたのその事実に驚愕です <laughs> <laughs> 嬉しい戻ってきてくれてありがとねひーくんだるまさんありがとうコイさん結婚してありがとうおっカメコの写真アップしましたえっ、ー、坂上さんありがとうありがとね前も撮っててくれてたね嬉しいコイさんハートありがとう 国メンバえっでも小豆島は行きたいめっちゃ小豆島ね小豆島行きたいですみんなでなんかあれでみんなで行こう小豆島みたいなイベントしたい主さん結婚してありがとうねえ小豆島香川県ですね香川県 えメンバーポスターどうなんじゃろう欲しいでも私もめっちゃ欲しいです欲しい欲しいなあのポスター多分お母さんとかも喜びそう「オリーブレモン恋も育つオリーブレモン恋も育つオリーブレモン恋も育つ」 オーリーブレブン恋も育つえ、あ汗まげーよく頑張ってるよお疲れ様 <laughs> かわいいナイゃあハートありがとうねオーリーブレブン OK さんマイクありがとう。恋さんハートありがと,うりがとうっていうかさ TikTokTikTok TikTok で全然話変わるんですけど TikTok で見てみたい曲とかなんかあるかなやってみてほしいみたいな。 なんか集めたい集めたいっていうかめっちゃあのそうそうあの「目指せバズれ <laughs>」TikTok で目「目指せバズれ」「目指せバズれ」っていうの目標にちょっと何かね「おくおくバズおくバズ目指したいですよね。 ダンス限定かなでもやっぱ踊ってるのがいいかなっていうところかな確かに X で募集してみようかな歌ってみた分けてもいいかもあー歌ってみた歌ってみたあり歌って歌うだけの曲歌ってみた マンさんハートありがとう歌も聞きたいい <laughs> <laughs> 本当にえ本当、嬉しいそうなんかポテトグループさんの曲とか坂道さんの曲結構やっててやっぱりポテトグループっていうつながりからそこをね結構のダンス曲のせてたりしてたんだけど <laughs> k p o p 系の曲とか。 そうじゃないところの曲もいっぱい載せていきたいなと思いながらもどんな曲がいいんだろうと思ったりそうだからその歌を載せたりするのもありなんかなと思ったりちょっと試行錯誤中って感じで愛の重さは載せたいですね愛の重さでも踊れる曲ってなんかね踊れないんですよ踊れないから覚えるって感じですね そう踊れる曲と踊れる曲はあんまりないその曲的には覚えだからこの曲踊ってみてって提案してもらったのをとかあこの曲いいかもって思ったのを覚えてる感じなので今の時点で踊れる曲は少ないんですけど覚えようかな覚え,覚えて踊ってるって感じだから k ポ p o p 系の曲もちょっといっぱい覚えていきたいなと思う、覚えて踊っていきたいなって思いますね。ただけもありかな。たあーああパユえ確かにパユさんちょっとありかもしれない。ダンスはフォーティーズとか坂道縛りはない。 TikTok に関しては縛りは一個もないですね何でも大丈夫うん縛りはないんですよ本当にないだから今この前もアイブさんの k p o p の曲載せたんだけどそういうのも OK で TikTok で上げる分には縛りはなくって多分歌もないと思うちょっと一回一応確認してみるけど歌歌って動画として載せるのは ので、まあ縛りはないですね。多分ひろさんハートありがとう。雅也さん、ギザギザオープありがとう。帰っててごめん。いやでもね。そういうのもね。ありだよね。手帳からおちゃらけたのを入れたらって。いやー。確かに今真面目にずっと踊ってるもんね。今なんかマネージャーさんに言われたのは、アイドルの曲をメインにもずっと踊ってるじゃないですか。アイドルの曲じゃないけど、あのアイワンダーっていう。 音が止まった、色が変わった、チュ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 、空白だったみたいな <laughs> やつが TikTok ではなんか流行ってるんですよ。そうだからそれ踊ったらって言われてる、言われてあちょっと踊ります、踊っていますって言ったこの前。二十三も回復え確かにね二十三確かに。 ヒロさん、だるまさんありがとうコウタさんハートありがとう洋楽系もいいいい OK なのは OK ですねただあずみんでもね苦手ないよね結構踊れるか問題があるけどあずみんがちゃんとかっこよく踊れるか問題あるけど洋楽とかはちょっとそう系 ちょっと苦手なので踊れるか問題がありますが頑張って <laughs> あっタンタンさんギリギゾンプありがとう僕は死ぬもんウサギじゃないもかわいいよねあれ男の子の子なだもんあまりのかわい大好きだもんレアくハートありがとう ツアー選手力取ってと思ったけど、なんと表示。え、ほんま、嬉しい。なん、なんだろう、なんか変化かな、なんか変わった。気持ちかもしれん。え、やすみさん、バラありがとう。行かない状とかもオッケーな。オッケー。オッケーです。めちゃめちゃオッケー。りょうくん、バラ、ありがとう。 <laughs> めっちゃん分かったの MC リヌたんさんの裏じゃん確かに知ってみよっかなリヌたんさんマホルバーストリスクえっいいよねマホルバーストリスクってあ歌ってみた系の谷間楽曲のみそうええー、マジちょっと嬉しいその情報嬉しいバンジャラモンスターさんハートありがとう ああ、ああ、斬新、確かに、ああ、斬新な求人だね。<laughs> いや、あの、脳内でスクショした、脳内で。<laughs> 脳内、脳内スクショしました。大丈夫、ちゃんと裏じゃは、あの、脳内でスクショしたから、大丈夫。 結構歌えたりするえー、でも全部は歌えないけど割と歌えるかな分かんないって感じですね割と知ってるやつは知ってるかも平門さんバラありがとうすごく久しぶりに「天5 k の配信見てるけどなんか綺麗になっててえ嬉しい嬉しいです。 ウラじゃさあ、あんまり私でも知らないんだよねウラちゃん。リネタンさんので結構始え確かにえやろうかなでもマジでちょっとリネタンさん言ってみようリネタンさん <laughs> なんか一人でやってるのもあれです今二点五の四人としかコラボもね誰かと踊るもありだなって思いながらやってて二点五級の四人としかやってないんですけど。 確かに先輩とも踊ったりしたいなこうサンキちゃんともコさんかわいいありがとうえハロプロ系とかあり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 あわおり覚えてえでもあわおりだったらまひなさんとやりたいえっまひなさんえちょっとさ <laughs> 確かに面白そう 乃木坂さんがやっ,てた大嫌いなだったところええ大嫌いなはずだったやばい君なんだ君じゃなきゃダメなんだいいよねこの歌私も好きだよそれうさんだるまさんありがとうコラボねえ姫ひめたんさんね私さひめたんさんがセンターのさ月と僕と新しい自分めっちゃ好きなんですよあれあれダンスがすごい好き

確かにえ、確かにやっぱえ確かに先輩確かにコラボいねそういうのを増やしていけたら増やしたいなマリオりリさんマイクありがとうソラハさんえでもソラハさんとは約束したんですよソラハさんと一緒に踊りましょうよって言ってソラハさんあのノイミーさんが好きなのでノイミーさんの曲とか踊り,踊りたいですみたいな話したソラハさんと。 そうこんばんは歌ってみたもありですねいろいろやってみようマジでいろいろやってみよういろいろやってみますそんな TikTok は、えー、この「アットマークアズー」はしたのば「min120」から見れますのでぜひ tiktok 見てみてください今話してた tiktok はこのここから見れますよ今のこのテロップからテロップから見れるので今アンダーバーアンダーバーです as アンダーバーミン120ですありがとうアンダーバー出てこなかったさっきまで話してたこの話はね tiktok の話をここから見れて今ねいろんな曲を結構踊ってるのでアイドルさんの曲メインにそう。 わ、投稿時間。わー、投稿時間。それもね、めっちゃ思う。投稿時間、これ何時が一番さ、見られやすいんかな投稿時間。一番何時がさ、見やすいんだろうみんなの目に入りやすいんだろう。うん。投稿時間決めようかな。決めた方がいいかな。決めた方がいいよね。今、バラバラだもんね、めっちゃ。 バババラララだもんん、ね、夕方めよこちゃんバラありがとうそう、そぜひ見てください TikTok アイドルグラムえ嬉しい嬉しい SKEKE さんのやっぱ夜だよねあこのツアー男性のパフォーマンスが好きになった自分にとって安住の図で見れるな何でも楽しいえ嬉しい嬉しすぎるもう待っとってちょっと楽しみにしとってくださいじゃあ楽しみにしてて のぶらさんハートありがとうやっぱ、ね、パフォーマンスパフォーマンス頑張っていきたいからねうん調べてみる <laughs> ?TikTok 何時に投稿するのがいいのかちょっとネットでここは正解を求めてみよう TikTok 何時に投稿 いろんな人に見てもらいたいっていうのが目的の一つでもあるのでお出てきましたこれがちょっと確かな確かな状態情報かはわからないですが TikTok で平日にバズる時間帯は7時から9時11時から2時4時から6時11時から1時の4つとなってますだってあ意外と朝いいんだね 意外と朝昼もいいいっぽい夕方だったら4時とか6時とか早めの時間帯がいいのかもしれんえとりあえずえありがとうフォローしてフォローしてくださいもうぜひいっぱい見て見ててほしいうん TikTok 見ていいねしてフォローして拡散してくれたらもう安住は喜びます本当に朝意外だね で土日祝日の場合は昼の11時から2時とでも夜がいいんだって11時から1時あで曜日別では金曜日や土曜日など翌日が休みである時に特に投稿が伸びやすくなりますってすごいなあでも夕方の4時から7時が多いって書いてあるところ多いかもしれん。 住みの前の夜。結局いつでもえんや。<laughs> それったら悪いよ、もう <laughs>。この話 <laughs>。そう、いろんな人がターゲットにしたい。いろんな人ターゲットにしたいんです。あ、v イログね。v イログ、v イログちょっと苦手。め <laughs> っちゃ考えてみとく。 うん、朝かな9時でも千穂さんが今9時に載せられてるんですよだからなんかこう同じタイミングでの投稿よりもちょっとずらしたいずらしときたいなっていうあれがあるのでうんまんまかぶせて。 ほさんがもう9時でやってるのでかぶせてはいきたくないなっていう思いがちょっとあるなって思うけど9時がいいのかな夜の10時でも X でも一緒に投稿したいんですよ載せたらってなるとあ逆にね さんと近い時間であ逆にねそうなんですよねあー9時9時半, <laughs> 9, 時半9時半はどうですか9時半フェイクネインボースターありがとうはるかちゃんハートありがとう 少しはいいのかなやっぱり。まあでもいろいろ。配信配信じゃないも仕事してたら。 小山さんピカピカの音符ありがとう小山さんピカピカの音符ありがとういや予約投稿多分できんないんですよね急いで全日のく時とか確かにそこ決めてね金曜日はなるべく載せるようにしようでもルカさん音符ありがとう確かに反応を見ながら 9時半全部やってみよう <laughs> 夕方に一旦夕方に投稿してみるのと朝投稿してみるのと夜投稿してみて一番どこがいいかみたいなの探って決めようかな <laughs> 一旦全部やってみる朝昼夜朝昼夕夜をやってみてうん一旦全部やってみて そうだねどこが一番良かったかっていうので最終決定ありかもうんねそれがいいよね検証してみよう全部やってみる決められない <laughs> 何がいいかちょっと私には決められなかったのでうん確かに前日告知か明日の何時に載せますってやろうかな 一旦朝昼夕夜やるときはうんとりあえずやってみるのでちょっと載せてたら見てくださいぜひいっぱい見ていいねして拡散してくれたら嬉しいです本当にいろいろやってみようね大事。 でちょっと歌ってみたとか踊ってみたとかもい,いろいろちょっとやってみる何があれするかわかんないのでいろいろやってみますオッケーありがとう事前告知したらするよーってありがとう <laughs> 少しのつないだけでしょ <laughs> 歌ってみた踊ってみた見つめてみた <laughs> 見つめてみたって何ねえい,ろいろやってみようありがとうございますありがとうみんなみんな <laughs> じゃあ一旦今日のせた必然性見てみてくださいいっぱい見てください今日今日のせた必然性ぜひまあ今日のせたやつじゃなくてもこれまでに投稿したあずみんの エックスいっぱい見てくださいごくさんもお願いしますよかったほんま嬉しいスーカさんギザギザンプありがとうじゃあそろそろ12時回るので配置終わろうかな明日は恋ラジです五時五分から明日は恋ラジがありますあります恋ラジ ありがとう。ええー、多分嬉しい。レインボータワー待って嬉しいよ。ありがとう。ありがとう。我々さーん。<laughs> ありがとう。嬉しい。待ってお礼書くね。ありがとう。お疲れ様ってえありがとうえ。こちらこそだよ。本当に。待ってね。 頑張ってね明日はこいらじがあるのでぜひ5時5分から見てください。 もりもりさんありがとうツアーたくさん来てくれてありがとね嬉しかったです本当にありがとうペイナイトも全部見えてた下も森,森さんのこともいっぱい見つけたよありがとうありがとうね嬉しいですなんかいつも細やかな変化にたくさん気づいてくれるもりもりさんが好きだしはいっぱい自分のこと見てくれてるんだないつもって思って なんか愛を感じます <laughs> いっぱい見ててねこれからもありがとうねありがとうたまありがとうございますありがとうありがとうそう明日の恋らずのテーマはロックなンロックなんです <laughs> あっちゃんハートありがとうロックなエピソードお待ちしてますお便り 明日お便りも待ってるね5時5分から恋ラジャーあるので聞いてくださいラジルラジルのアプリでも聴けるのでぜひアプリからリアルタイムでも聴いてください聴けない方は見逃し配信もあ聞き逃し配信もあるのでぜひちょっとロックロックなお,お便り楽しみに待ってますロックお便りじゃあ男女読みます13位ゴレヒロさんありがとう12位ミャンコーちゃん

ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。う明日も頑張りまーす。おやすみ。ゆっくり休んでね。バイバーイ。おやすみー。